めちゃくちゃ個性的な声だなと思って、同時代的にニュージーンズもピンクパンサレスも作ってたんだと思いますけど、 Windows のおかじゃけなんですよね。アートワークってこうあるべきだなって思ったし、おじさんでも聴ける音楽やってるみたいな。こんにちは、はじめまして、ラブリサマちゃんと申します。いつもは90年代のイギリスのロックとかが好きなんで、そこの匂いのする感じのロックを作っております。今日は、私のめちゃめちゃ好きなアーティストであるピンクパンサレスについて、お話しさせていただきます。2022年に夏ですかね、ビーバドゥビーのビートピアってアルバムが出たんですけど、その中にティンカーベルイズオーバーレイテッドっていう曲があって、それのフューチャリングでピンクパンサレスが参加してたのをきっかけに知りました。で、そのアルバムにその参加してるアーティスト、フューチャリングで入ってるアーティストがその1曲ピンクパンサレスしかいなくて、結構なんか全体通してダンスミュージック的な側面が全くその曲以外ないアルバムだったんですけど、でもすごい B の曲アルバムにめっちゃ馴染んでて、 B ダンスミュージックっぽいビート入れたらこういう風な感じになるんだみたいな、新しいなんか側面をに光を当てるような曲でめっちゃいいじゃんって思ってたんですけど、その後にボーイズアライアーが出て、でそれでピンクパンサレス、まあ、めっちゃいいじゃんってなって、ピンクパンサレス本人の名義の曲を本格的に聴くようになりました。まずは声がめっちゃ好きっていうところですね。なんか自分がやっぱり歌を歌う人間だからかもしれないですけど、すごいめちゃくちゃ個性的な声だなと思って、めちゃくちゃ倍音成分が多いし、肩肘張らない、歌うまく歌おうとしない、感情乗せすぎない、なんか平熱っぽい感じ、平熱感ある歌い方とかもめっちゃクールだしキュートだし、声と歌い方はめっちゃいいなっていうのが最初の印象でした。初めてその本人の曲聴いたのボーイズアライアーだったですけど、やっぱメロディーも歌詞もすごいキャッチーで、なんか他の曲聴いてもなんか結構全部悲しいんですよね。なんか歌詞 I must apologize とか、謝らなくちゃいけないってタイトルの曲出すとか、めっちゃなんか暗いなっていうのが印象でした最初。でもなんかこうインタビューを読んだら、ピンクパンサレスストーリーテリングをするのが好きだから、自分の実体験じゃないとか言ってるんですけど、でもまあそういう暗い悲しい気持ちを感じる出来事が、まあ、実体験じゃないにしてもその彼女の中に本当にあったんだなみたいなのが分かる、なんか切実さみたいなのも歌詞にめっちゃあって、それがなんか本当の曲歌詞だなみたいな思いましたね。あと音楽面ではやっぱバーって聴いてみて、すごいもうスタンダードなブレイクビーツがこう一貫してるなって初期の方の曲とか聴いて思いました。本人も1990から2000年の作品をめっちゃサンプリングしてるとか、サンプルとして使ってるとか言ってますけど、それもそうだけど、すごいこう全体を通した質感が声のせいで新しく聞こえてはいるんですけど、なんかどっか懐かしいみたいな、聞き覚えなじみがあって、あこれこれこういうの好きなんだよねみたいな、こう耳によく馴染んでスッと聞けちゃう、まあ一言で言えばリバイバルっていうことなんでしょうけど、そういう感覚をめっちゃ感じました、初めて聞いた時は。まあ一番やっぱめちゃくちゃ聞いたのはボーイズアライアーでした。パート2の方をもっと聞いたかなって思いますね。初めてピンクパンサルス名義の彼女のソロの曲を聞いたんで、初っ端からずっとトッ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 トってずっとジャージークラブじゃないですか。10年ぐらい前にジャージークラブめっちゃバーって流行ったように思ってて、その時すごい聞いてたんですよね。だからなんか懐かしいなみたいな、今時ジャージークラブですよみたいなのをこんなにこう前面に押し出した堂々としてるジャージを聴けたのって結構久しぶりだなみたいなって思ったし、やっぱりジャージークラブめちゃめちゃ好きだなって思いましたし、一聴してあんたったボイザライアーって言うじゃないですか、グーリーナフンフンって言うけど、あれ繰り返されてるからなのか知らないですけど、もう男の子って嘘つきだよねってやっぱ思うし、歌詞がすごいこう強烈に印象に残って、
聞いた後速攻検索したの覚えてますね、歌詞。それがボーイザライヤー聞いた時で、その後クラブ行ったらかかってたんですよね。やっぱりクラブで聞いてめっちゃ気持ちよくて、その後パート2出て、アッシュスパイスのバースもめちゃくちゃかっこよかったし、なんかその後まつげパーマ屋さんみたいなとこ行ったらそこでかかってたんですよね、ボーイザライヤーパート2が。で、いやまあまあすっごいいい曲だから、まつげパーマ屋さんで流れるぐらい流行るよなって思ったんですけど、こんなにジャージークラブの曲がポップスとしてまつげパーマ屋さんでかかってたこと10年前もあったかみたいな、すごい引力のある曲なんだなって思ってましたね。次の曲はモスキートがめっちゃ好きなんですけど、モスキートかかった瞬間から LP とボーカルだけ最初パーって流れるんですけど、もうエレピの音色が往年の泣きメロポップスみたいな、王道ポップスみたいな感じなんですよ。なんか音色で泣きが入るみたいな、音色とコード感ですごいはぁって、この感じマジ好き、泣きメロやばいみたいな、バーって持ってかれて、メロディーの感じなのかエレピの感じなのか、リズムとメロディーの感じなのか知らないんですけど、なんかちょっとね、どっかなんかラテンっぽい感じがあるんですよ。パッションとかのイントロもそれを自分は感じるんですけど、ラテンって言ったらいいのかわかんないですけど、なんか こんな感じで乗れるみたいな、テリリリリリリみたいな、こういう乗り方で聴けるんですよ。なんですけど、途中からビートが入ってくるとこのテンポで乗らせてくれないんですよ。やっぱこれの倍のテンポ取られて、なんかブレイクビーツやっぱ入ってきてくれるんだみたいな、王道なキメロでなんかポップスみたいな感じではあるのに、ここでドラムベース来てくれるんだみたいな、やっぱやってくれんだみたいな作家性を感じますよね。メロな乗り方じゃなくなってくるっていうか、熱い曲、だと思います。次はまあエンジェルなんですけど、バービーで使われてた曲で、バービーのために作られた曲全部いいんですけど、ちょっともうすごいですね、エンジェルは。なんか結構ピンクパンサレスの曲の中ではメロディーがめちゃめちゃ明るくて超ポップなんですよ。まあバービーの映画用に作ったからそういう風になってるかもしれないですけど、結構なんかキラキラしてる感じで聴けて、ピンクパンサレスの曲って抑制が効いてるのがすごい好きなんですよ。ずっと過剰にいろんな音が鳴りまくってるみたいな感じじゃなくて、ここもキックと歌だけ、ここもシンセと歌だけ、ビートもガシャ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 してる感じをずっと続けるっていうよりは、なんか相当整理された抑制の効いたサウンドが結構作家性の一つかなと思ってるんですけど、なんかこれも割と途中で落ちるんですね、ビートとベースと声だけみたいになるんですけど、そこになんかゴリラの鳴き声みたいな、ウォーみたいな音とかがなんかちょくちょく入ってくるんですよ。もうあれがめっちゃ笑っちゃって、そのウォーだけじゃなくていろんなこうなんていうんですか、サンプル、面白いサンプル入ってるんですけど、すごい遊び心あるなと思って、それがめっちゃ好きですね。あとはなんとかピースオブケーキみたいな歌詞のとこがあって、そこすごい頭に残って歌詞とか読んだんですけど、暗いけど平熱でそんなに暗くなりすぎないみたいな歌詞で、みんなは人生は大変だって言うけどそんなの朝飯前だよみたいな、めちゃめちゃ鬱に浸るわけでもない暗さみたいな、超軽さがある暗さみたいな、ちょっと抜けてる感じが好きですね、やっぱり。 Take a look inside your heart. Is there any room for me?トレンド、そこまでこう自分も28とかになってめちゃめちゃこう最前線のトレンドを最初にキャッチできる人間じゃなくなっちゃってんなとかは思うんですけど、やっぱ Y2K とかはもうここ最近ずっと聞く話じゃないですか。 Y2K やってる人っていっぱいいますけど、ピンクパンサレスも絶対なんかそれの第一人者ではあるなって思って、 TikTokからバズってるじゃないですか。まず一昔前だったらサウンドクラウドとかでしたよね、やっぱ。でもそれが TikTok になってるっていうのもトレンドだなって思いますし、やっぱ Y2K っていう観点で言うと、彼女めちゃくちゃ Y2K の意識が、まあ、ナチュラルになのか意識的になのか分かんないですけど、彼女の中にすごいあるんだなって思ったのが、ファッションっていうシングルのジャケ写がWindows のあの最初に出てくるスクリーンモードみたいなのの丘あるじゃないですか、 Windows の丘を完全に意識してる Windows の丘ジャケなんですよね。 Windows の丘ってマジもう2000年代
の象徴みたいなところあるじゃないですか。もうそれをバンって出してたのを見た時に、ああ彼女はこういうステートメントじゃないけど、ステートメントって言ってもいいぐらいの強さがありました。なんか2000年代への意識とかがあるんだなってそのアートワーク見た時思ったし、それでなんかあまりにもその Y2K 感がめちゃくちゃ伝わるアートワークなんで、アートワークってこうあるべきだなって思ったし、その彼女のやりたいこと、彼女の価値観が一目見てわかる、聞きたくなるじゃないですか。そうなるとクリックしたくなる、めっちゃジャケだなと思って、そういうところからトレンド感、 Y2K 感とかは感じてました。K-POP はなんか自分はそこまでめっちゃ追ってるわけじゃないですけど、このインタビュー受けるにあたって彼女のインスタとかバーって見たんですよ。そしたら私の曲で FX からの同じフレーズを発見した人いるみたいな、私の大きな影響源みたいなことを言っていて、でまあなんか聞いたら、ああなるほどね、こんだけまるっとサンプリングしてるんだっていうのが分かって、彼女やっぱ K-POP をすごい自分の大きな影響モードとして挙げてるし、ダンスミュージックのクラシック、 UK ガレージ、2ステップ、ドラムベース、ブレイクビーツ、それにあれですよね、そのジャージークラブとか、ちゃんとなんていうんですかね、抑えてそれをまたなんか掘り返してるリバイバル精神っていうかがあるのに、まあ、いなたい感じですよね。このちゃんとやってますよみたいな、クラシックをしっかりやってるだけじゃなくて、そういうなんか K-POP の新しいエッセンスだったりトレンド感だったりガーリーさですよね。やっぱりそういういなたさの中にガーリーさが持ち込まれてるから、なんかまた新しく聞こえるんだろうし、自分も好きなんだろうし、入り口がいっぱいあるっていうか、この声かわいい、歌詞なんかでもなんかめっちゃおじさんでも聴ける音楽やってるみたいな、古臭くならないって感じですかね。なんかそういうのも K-POP からの影響がめっちゃ色濃いんじゃないかなって思うんですけど、さっき言った話と被っちゃうんですけど、まあパッションのジャケが本当に自分はまあやっぱ感動しちゃったんで、それで自分のやりたいことをビジュアルに出すっていうことめっちゃやってる人だなと思いますね。 YouTube とインスタで、あと TikTok もそうだったんですけど、のアイコンがパワパフだったんですよ。まあ、パワパフガールズも、まあ、2000年代のちょっと軽さのある感じ出してるなって思いますし、パワパフガールズも Y2K の流れで今めっちゃ流行ってるじゃないですか。ニュージーンズもパワパフと去年の夏ですねにコラボしてたし、あとはまあニュージーンズで言えばスーパーシャイとかディトもジャージークラブじゃないですか。ディトはサビぐらいですけど、でなんかそこにすごい近似性を感じるんですよね。ディトが調べたら去年の12月の半ばぐらいに出てんですよ。ピンクパンサーズのボーイザライヤーが11月に出てるんで、そのリリース時期を考えると多分2人とも同じぐらいに作ってるんですよね。なんかどっちかがどっちかを、あジャージークラブ×ガーリー来てんなみたいな、パクったとかでもなく、どっちかがオリジネーターですってわけでもなく、同時代的にニュージーンズもピンクパンサレスも作ってたんだと思いますけど、それがなんかパワーパフもなんか禁止してて、同じことを考えてる人がなんか他にもこう同時代的にいるっていうか、その空気感あるんだろうなって、自分もパワパフ好きですけど、それをフューチャーしようみたいなあんまり思ったことはなかったけど、それを考えてる人たちが自分よりちょっと若い人たちですかね、パーっているんだなと思って、その同時代性、同時多発性みたいな感性はどう共通してるんだろうっていうのはめちゃくちゃ面白いなって思ってるし、なんかよく考えてみたいなって思ってるし、なんかできるなら自分もそれを感じてみたいなって思いますね。この空気感みたいな、彼女のファッションめちゃくちゃ好きで、やっぱ暗さを感じるんですよね。なんかグランジ感っていうか、グランジでなんかカジュアルでそこまで飾ってないの感じなのにめっちゃかっこいいみたいな、それがすごい好きでよく見てて、もう今日もちょっと彼女を意識してボロボロにしてきましためっちゃありますよ、あるあるな作り方で、こう最初はクラギですかね、でポロンポロンポロンってこう割と柔らかいメロディー、柔らかい演奏でファーって続いていくんですけど、そこにブレイクビーツがスッキって入ってくるんですよ。自分もちょっとそれをやりたいと思ってやった曲があるんですよね。なんか途中はみたいな感じの普通の、まあ自分がよくやる感じのロックなんですけど、これを
たいな感じでこう途中からブレイクビーツ入れちゃおうみたいなのを作ったりもしましたね。ちょっとこれ制作中なんでまだ全然完成じゃないんですけど、デビューアルバムですよね、この間出たの。なんかあれめっちゃデビューでこれなんだって思いましたけど、なんかシングルでポンポン聴けるのも嬉しいんですけど、やっぱ今回のアルバムめちゃくちゃ面白かったなと思って、アルバム単位で聴けるのがすっごい嬉しかったんですよね。っていうのもなんか初期の頃はもう彼女の結構シンプルなブレイクビーツ、ドラムベースが多かったんですけど、なんかどんどんそのボイザライヤーでジャージやりますとかなってって、アルバムだとちょっとなんかブレイクビーツでもなくジャージでもなく普通に4つ打ち、なんかちょっとハウスっぽい感じの曲とかもあったりして、さっきもスキートとか言ってましたけど、こういうなんか こんな感じで乗れるメローな感じのこととかもやり始めたし、曲を作れば作るほど新しいことやる人は気がしてて、ダンスミュージックって一口に言ってもすっごいこう細分化されたジャンルとかいろんなビートがあるわけじゃないですか。それをなんかもう全部やってほしいなって思いますね。もうピンクパンサレス流の解釈で、もうこれは今度はこれ作る、今度はこれ作るってなったら絶対全部面白いから。新しい側面をどんどん見せていってほしいなって思ってます。すごい曲が楽しみです。でもまあ欲を言わせていただくのであれば、日本にも来てって思いますね。なんかアメリカとかでツアーやったりするみたいなんですけど、日本にもファンめちゃいるからって来てくださいって言いたいですね。やっぱ今来ないと今のピンクパンサレス見えないじゃないですか。数年後にまたボーイズアライヤーモスキートエンジェル聴けるかって言ったらまたそうじゃないと思いますし、今見たいなって思ってます。来てほしいです。